AMD Ryzen 7 5700X がたみなさんこんにちは、ウプ主のシュラウドです。みなさんこんにちは、アシスタントのシュラミです。今回はなんと本日発売のこちらの CPU のご紹介となります。え、この CPU どうしたの？あ、いやこれは ASUS さんからいただいたものになります。ということで、本日発売のこの CPU の性能を知りたい人が多いと思うので早速本編行ってみましょう。もしこの動画が少しでも参考になったら、ぜひ評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは行ってみましょう。ということで、まずは CPU のご紹介です。今回ご紹介するのは AMD Ryzen 7 5700X となります。こちらは2022年4月15日に発売となった新商品で、本日発売となったのがこの 5700X を含めたミドル、エントリー向け CPU5 製品が新たに新発売となりました。4月末にはさらに新商品も出るみたいですね。では、こちらの CPU のスペックのご紹介です。Zen 3アーキテクチャー搭載の8コア16スレッドで、基本クロックが 3.4GHz、最大ブースト、クロックが最大 4.6GHz となっております。キャッシュは表記の通りで、TDP はなんと 65W となっております。え、この性能で TDP65W? この性能で TDP65W というのが、OEM 向け CPU を除けば CPU として実質 AMD 最上位の CPU となります。おお、それはすごいわね。またこちらの CPU は、PCIe Gen 4対応のためRadeon RX6000 シリーズなどの性能をフルに発揮できます。ソケットは AM4 となっておりますが、最大パフォーマンスを出すためには、X570 や B550 の PCIe 4.0 対応のマザーボードが必要となります。その他 B450 など BIOS のアップデートによっても使用は可能ですが、アップデートをすることで古い CPU が使えなくなったり等もあるので注意が必要です。ということで、中身の確認ですが、こちらの AMD Ryzen 7 5700X にはリテールクーラーが付属しておりません。なので購入される方は CPU クーラーも必要となります。ということでこちらの付属品は全部でこれだけとなります。結構、すっきりしてるわね。で、この CPU、というか AMD 特有の注意点なんですが、AMD の CPU といえば、こちらの無数のピンですね。このピン、一本でも折れると CPU が正常に動作しなくなる可能性があるのでご注意ください。では次は今回使うマザーボードのご紹介です。シュラララ。今回使うマザーボードのご紹介です。今回は、ASUS TUF Gaming X570 Pro Wi-Fi 2を使用していきます。こちらは先月3月11日に発売された X570 というハイエンドチップセット搭載のマザーボードです。ATX サイズのマザーボードとなり、高い耐久性が特徴のタフゲーミングとなっております。付属品はこのようになっております。必要最低限のものが付属している感じですね。もし可能であれば、ドライバーを DVD じゃなくて USB の方が嬉しいなと思いました。ではマザーボードの詳細も説明していきたいと思います。まずはソケットですが、AM4 となり、第2世代 Ryzen CPU 2000番台から対応しております。AM4 ソケットは対応 CPU が広いからなかなかいいわよね。続いてメモリソケットですが、こちらは DDR4-5100 まで対応となっており、最大で 128GB まで対応となっております。オンボード VRM は、ハイサイドとローサイドの MOSFET と、ドライバーを一つのパッケージにまとめた 12+2 ドクターモス電源ステージとなっております。M.2 スロットは2機となっており、下部スロットにはヒートシンク付きとなります。PCIe スロットは CPU に応じて性能が変わるみたいなので、こちらに記載しておきます。今回の場合は、Ryzen 7 5700X を使用するのでこちらが対応となります。作ってて思ったんですが、ちょっと複雑ですね。私はもうわかんない。インターフェースはこんな感じ。USB 3.1 Type-C や 2.5GB LAN、Wi-Fi 6E などにも対応しております。USB の数が多いのはいいわね。なんだかんだ USB って使うからこのくらいあると便利ですよね。それではこちらのマザーボードに CPU を取り付けていきましょう。CPU を取り付ける前に、ソケットのロックレバーを上げます。CPU を取り出して、取り付けていくのですが、ここで先ほど言った注意してもらいたいことが。ピンね。ですです、こちらのピン、特にマザーボードへの付け外しの際が一番曲がったり折れたりしやすいので、ここは一番注意しないといけません。
私も何回かこの手の CPU を使ったことがありますが、毎回取り付け、外す際は毎回緊張しています。このマザーボードだと CPU が横向きになるようにセットします。CPU を差し込んだらレバーを下ろしてロックします。ということでこちらが今回の検証機となります。組み立てシーンは？今回は前回使った時の流用が多かったので、ご紹介だけにしようかなと思います。メモリは DDR4-3200MHz の 16GB×2枚で 32GB。ストレージは NVMe M.2 SSD、CPU クーラーは ASUS TUF Gaming LC240ARGB。電源は ASUS TUF Gaming 650W80+ ブロンズ、GPU は ASUS TUF Gaming X3 Radeon RX5600XTEVO。今回は長尾製作所のオープンフレームで検証をやっていこうと思います。オープンフレームだからか、タフゲーミングの黒を基調としたなかなかかっこいいのができたんじゃない？ですね。ところで気になったんだけど。はい。水枕に映ってるライゼンは何？ああ、この水枕の反射がかなりすごかったので、ちょうど反射するところに今回の箱を置いてみました。なので特に意味はありません。あ、そう？それでは実際に動かしてみましょう。シュララ。それでは早速動かしてみましょう。スイッチオン。水枕のライティングがついて起動し始めました。ということでこちらが BIOS 画面となります。BIOS 上でもしっかりと AMD Ryzen 7500X と認識されていますね。では Windows にも入ってみましょう。こちらが Windows になります。こちらでも問題なく認識されていますね。ただ CPU-Z の方に型番の表記が出ていませんが、こちらはアップデート次第で出るようになるかと思います。ちなみにアイドル時の消費電力なんですが、65W 前後でした。今回はせっかくなので、シネベンチなどがどのくらいの消費電力なのかも見ていきたいと思います。それでは実際に性能も見ていきましょう。シネベンチ R23? それではやってみましょう。シネベンチ R23? おお、さすが8コア16スレッド結構早いわね。ですね、16スレッドもあるとシネベンチも見応えがありますよね。では結果を見てみましょう。マルチが 13,431 ポイント、シングルが 1,537 ポイント、最高温度が50度で最大消費電力が 139W となりました。最大消費電力は、やはり TDP65W というところがかなり大きく出たんじゃないかなと思います。確かに消費電力が少ない方がいいもんね。ですね。あれ、あとこれクロック低くない？こちらはライゼンの仕様でマルチで動かしてる場合、最大クロックは出ないんですよね。シングルの場合はきちんと出ていました。なるほど。で、AMD といえば、Precision Boost Overdrive 2。通称 PBO2 と呼ばれる動作中のライゼンのアクティブコア数や消費電力、発熱などから、各コアのクロックを無理のない範囲で適切に引き上げる機能があるので、こちらも試してみたいと思います。何それ？簡単なオーバークロックって感じですかね。設定方法ですが、BIOS に入って詳細タブを開きます。そこにある AMD オーバークロッキングを選択、アセプト。で、ここにプレシジョンブーストオーバードライブというのがあるので、こちらを選択。で、ここをアドバンストにすると、詳細項目が出るのでこちらを設定していきます。こんな感じで設定をすると PBO2 での最大効力が出せるかと思いますので、よかったら参考にしてください。ではこの設定でもう一度シネベンチを回してみましょう。先ほどのデフォルト状態ではクロックが 3.9GHz までしか出てなかったんですが、PBO2 の設定で 4.5GHz を超えるクロックとなりました。おお、確かにさっきとクロックが全然違うわね。では結果を見てみましょう。ということで全体的にスコアが上がりました。クロックを出しているので、最高温度や消費電力なんかも上がってはいますが、まあこれは仕方がない部分ではあるかなと思います。電力を使って高クロックを使うか、消費電力を抑えて運用するかは皆さん次第ってことね。ですです。ではゲーム系ベンチもやってみたのでサクッと見ていきましょう。ファイナルファンタジー14。画面左側が PBO2 ありで右側が PBO2 なしとなります。ゲーム系ベンチはグラフィックボードの性能に左右されるところが大きいですが、今回は CPU の使用率やクロックの出方などを見ていきたいと思います。こう見ると微妙な差ではありますが、PBO2 の方がクロックも出ており、スコアや FPS も良さそうな感じがしますね。では結果も見てみましょう。スコアは PBO2 ありとなしでは約250くらいのスコア差となりました。もう一つゲーム系ベンチをやってみましょう。
ファイナルファンタジー15。こちらも PDO にありとなしでの差をやってみました。まだ最初の段階ですが PDO になしの方がわずかにスコアが上のような気もします。ではこちらも結果を見てみましょう。結果はわずかですが PDO になしの方が150スコアぐらい高かったです。まあ誤差のような気もしますが、ソフトによって向き不向きがあるかもしれませんね。シュラララ。はい、ということで今回は4月15日発売の新商品 AMD Ryzen 7 5700X を最速レビューしてみました。GDP65W の8コア16スレッドでこの性能はなかなか良さそうね。Ryzen 5 5600X の上位版って感じで良いですよね。今回この 5700X 以外にも新 CPU が出てるので、もし気になる方はぜひチェックをしてみてください。ということで本日はここまで。もしこの動画が参考になったら、ぜひ評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。シュラララじゃんけん、じゃんけん。ポン。またねー。